それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。レモンポップ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。レモンポップ、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはレモンポップ、アスラットレオ、そのうちに続いています。内からはアドマイアルプス、その外にハヤブサナムデン、ピンクの帽子ブラックリキッド、その後ろ内からはエアスピネル、その隣にプルデプスリーダー、ドライスタウト、この馬もこのグループ、その横にビュードバン、ビュープロセス、それに続きますケイデンスコール、それに続いています。並んで1番アシャカト、すぐ隣にギルデッドミラー、その横に石風、内からはサンライズノバ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ16番レモンポップ、2番手はハヤブサナムデ君、4コーナーをカーブして、さあこれからです。レモンポップ先頭、前に迫るハヤブサナムデ君、ここで先頭変わりました。先頭はハヤブサナムデ君、残り 200m、 ハヤブサナムデ君伸びてきた。残り 100m、 後方から一気にアスラットレオン、2番手はレモンポップ、ハヤブサナンデ君1着、2着は微妙です。ハヤブサナンデ君見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはギルデッドミラー、プルデプスリーダー、この馬も好スタートを切りました。プルデプスリーダー、この辺りも前へ行きます。プルデプスリーダー先手を取りました。その外にレモンポッド、内からはアスラットレオ、並んで15番ブラックリキッド、その横にハヤブサナムデ、ギルデッドミラー、そのうちに続いています。その外からエアスピネル、その隣にアドマイアルプス、ビュードバン、上がっていきました。内からはアシャカト、その外にドライスタウト、ビュープロセス、すぐ後ろ青の帽子石風、その後ろ内からはケイデンスコール、並んで8番長野ビューティ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はレモンポップ、ブラックリキッド、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レモンポップ先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。楽な手応えでアスラットレオン先頭に並びかける。残り 200m、 先頭はレモンポップ、アスラットレオン迫る、アスラットレオン差し切った、アスラットレオン、アスラットレオン1着、2着以下は混戦です。勝ったのはアスラットレオン、このレースを制したのはアスラットレオン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。レモンポップ前に行きそうです。先手を取ったのはレモンポップ、並んで15番ブラッディリキッド、内からはエアスピネル、その外にアスラットレオン、ハヤブサナムデク、すぐ後ろアドマイアルプス、そのうちに続いています。その外からフルデプスリーダー、内からはアシャカト、その外にドライスタウト、その隣にビュードバン、ケイデンスコール、それに続きます黒の帽子ギルデッドミラー、その後ろその外に石風、内からはサンライズノバ、並んで8番長野ビューティー、その外にビュープロセス、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。ここでアスラットレオン先頭に変わりました。2番手はブラッディキッド、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アスラットレオン先頭、外からブラッディキッド、アスラットレオン先頭、外から勢いよくレモントップ先頭、残り 200m、 2番手はブラッディキッド、レモントップ先頭、レモントップ1着、2着は長野ビューティー、3着にブラッディキッド、レモントップ、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。アスラットレオ前に行きそうです。先手を取ったのはアスラットレオ、緑の帽子ハヤブサナムデク、その後ろその外からレモンポップ、内からはフルデプスリーダー、アドマイアルプス、そのうちに続いています。その外にブラッディキッド、並んで11番ドライスタウト、その横にビュードバン、すぐ後ろにエアスピネル、その隣にアシャカト、その外にビュープロセス、並んで4番ギルデッドミラー、すぐ隣にケイデンスコール、石風、この馬もこのグループ、その横に長野ビューティー、
角は大欅を通過。ここでハヤブサナンベ君先頭に変わりました。2番手はレモンポップ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ハヤブサナンベ君先頭、外から勢いよくレモンポップ先頭、ハヤブサナンベ君追いすがる。あと 200m、 レモンポップ意地を見せる。バスラットレオン必死に追う。タガノビューティー迫る。タガノビューティー差し切った。ギルデッドミラー、タガノビューティー1着、2着はギルデッドミラー、3着にレモンポップ、タガノビューティー。見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。レモンポップ、これは好スタート。バスラットレオン、この馬も好スタートを切りました。バスラットレオン、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはバスラットレオン。その外からレモンポップ、内からはデュードバン、その外にハヤブサナンベ君、その外にブラッディキッド、エアスピネル、そのうちに続いています。その外にフルデプスリーダー、内からはタドマイアルプス、ニュープロセス上がっていきました。内からはアシャカトル、赤の帽子フェイデンスコール、その後ろすぐ隣に赤風、内からはサンライズノバ、その外にドライスタウト、内からはギルデッドミラー、並んで8番タガノビューティー、前はアスラットレオン、2番手はデュードバン、ハヤブサナンベ君、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アスラットレオン先頭、2馬身から3馬身引き離す。赤風手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 アスラットレオン意地を見せる。残り 100m、 赤風抜けた。2番手はレモントップ、赤風1着、2着にはどうやらレモントップ。勝ったのは赤風。このレースを制したのは赤風。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、バスラットレオン前に行きそうです。バスラットレオン先手を取りました。その外からブラッディキッド、その後ろからはハヤブサナンベ君、その外にレモンポップ、タグマイアルプス、そのうちに続いています。その外にドライスタウト、その隣にエアスピネル、その外にフルデプスリーダー、並んで9番デュードバン、内からはアシャカトル、その外に赤風、すぐ後ろにニュープロセス、内からはフェイデンスコール、黒の帽子ギルデッドミラー、その後ろすぐ隣にサンライズノバ、最後方にタガノビューティー。合計機を通過していきます。先頭は依然としてバスラットレオン、2番手はブラッディキッド、レモンポップ3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バスラットレオン先頭、前に迫るレモンポップ、外からハヤブサナンベ君、残り 200m、 先頭は依然としてバスラットレオン、レモントップ抜けた。一気にギルデッドミラー、ギルデッドミラー、ギルデッドミラー、1着、2着にはどうやらレモントップ、3着に赤風、ギルデッドミラー。見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。デュードバン好スタート、サンライズノバ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがデュードバン先手を取りました。並んで6番サンライズノバ、その外からマスラットレオン、タドマイアルプス、そのうちに続いています。その外にハヤブサナンベ君、ブラッディキッド、すぐ後ろその後ろにレモンポップ、これに続くのがエアスピネル、これに続いてアシャカトル、その隣にフルデプスリーダー、ドライスタウト、その前に進出、すぐ後ろにニュープロセス、赤の帽子ケイデンスコール、その後ろすぐ隣に赤風、すぐ後ろにギルデッドミラー。各馬大欅を通過。この辺りで先頭が変わりました。バスラットレオン、ハヤブサナンベ君、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バスラットレオン先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。レモントップ足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、 レモントップ追い上げてきた。レモントップ抜けた。2番手はバスラットレオン、レモントップ1着、2着は赤風、勝ったのはレモントップ。このレースを制したのはレモントップ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。
スタートしました。エアスピネル好スタートを切りました。フルデプスリーダーこの馬も好スタートを切りました。エアスピネルこの辺りも前へ行きます。エアスピネル先手を取りました。その外にフルデプスリーダー、その外からブラッディリキッド、アスラットレオン、そのうちに続いています。さらにはハヤブサナムデク、その外にレモンポッド、内からはタグマイアルプス、内からはアシャカト、その隣にビルデッドミラー、その外にリュードバン、赤の帽子、ケイデンスコール、その後ろ、その外にドライスタウト、並んで7番、セキフー、その後ろからはタガノビューティー、並んで6番、サンライズノバ、各馬大欅を通過。さあ、先頭はまだ3番、エアスピネル、2番手はフルデプスリーダー、アスラットレオン、3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。エアスピネル先頭、外からレモントップ、ここで先頭に立ったレモントップ、後続も横いっぱいに広がっている。あと 200m、 先頭はレモントップ、2番手はタガノビューティー、レモントップホールイン、2着はタガノビューティー、勝ったのはレモントップ、このレースを制したのはレモントップ。